船木ダム。船木ダムは、静岡県浜松市天竜区船木旧天竜市地崎。天竜川本川に建設されたダムである。天竜川電源開発計画の末期に計画されたダムで、天竜川川口から 30km 地点の山間部から平野へ流出する地点に建設された。天竜川水系最下流にして最南端に位置する。百七十二年。 昭和47年に建設に、着手1977年、昭和52年に完成。ダムの形式は、重力式、コンクリートダム、高さは24.5メートルで天竜川本川の、ダムの中では最も包み高が低い。建設された目的は、船際発電所、認可出力、32000キロワットによる発電である。だが、 遠州地域の水需要の増加は、上水道、工業用水、灌溉の全域に及び、すでに、佐久間ダムが、豊川用水の水源、秋葉ダムが三方原用水路の水源として、利用されいたが、船平ダムに関しても岩田用水、浜名用水の水源として利用されることになった。これによりダムの目的は、本来の発源のほか、上水道、工業用水、灌外が追加され、 秋葉ダム同様多目的ダムとして、浜松市、岩田市等を演習地域の水がめとなった。船木ダムの特徴として、世界最大級のローラーゲートがある。ゲートが巨大で、包み高が低いため、ダム自体がほぼゲートだけのようにも見える。その他の特徴としては、挙動がある。天竜川は、水生生物も豊富な川であるが、船木ダムにより、 流れの連続性が断たれ、年間数十万匹といわれるアユの素状などが阻止、されてしまう恐れがあ。漁道はこれを回避すべく建設されたものであり、総延長約247メートルにも及ぶ。そのうち169メートルあるトンネル部分は、外との明るさの差で魚が入らなくなることを防ぐため、専用の照明が設置されている。他にも、一定間隔で核壁を設け、 腰流と水たまりが生じるようにするなど、様々な工夫が施されている。当時の社会情勢で、水産資源保全や、自然保護のためにこれだけの設備、特にダムの目的である水資源を放流で、減じるようなものは、異例と言える。船木らダムの完成によって、1925年、大正15年に、福沢桃介が、天竜川電力を立ち上げ、建設を開始した。 大久保発電所、長野県駒金市以降、日本の電源開発事業、土木事業を経営してき、天竜川電源開発事業は52年目にして完結し、終了したのである。ダム湖である、船際ダム湖は、昭和59年に藍津マリーナが設けられたものの、長らく湖面の本格的な利用はされていなかった。しかし、近年カヌー競技などのグラウンドとして盛んに、 湖面利用がされている。こうして開発された理由としては、とうとう、かなり理想的な条件を備えていたことと、平成3年に、静岡県で、インターハイが開催されることから、ボート競技のグラウンドとして着目されたことによる。そうして、平成2年に、天竜想定場が設けられて以降、東海地方における、想定競技のメッカとなり、 平成2年からボートの甲子園といえる全国高等学校選抜ボート大会の会場となっているほか平成3年に静岡県で実施されたインターハイや平成15年代58回国民体育大会の想定競技会場として使用されボートフェスティバルイン、天竜などの大会も毎年開かれているこうしたレベルの高い大会が開かれる一方で 戦術の通り湖面が広く穏やかであるため、初心者や家族連れがカヌーなどを楽しめる場ともなっている。普段でも地元高校生などのボート競技の練習のほか、レンタルカヌーなどが高校している。こうした発展の中、アイズマリーナは平成22年に海の駅の認定を受けた。海から船で直接行けない場所の海の駅認定は全国初である。 ダム湖は10年に1回、世界最大級と言われる、ローラーゲート、水門9門を全開して、湖水を抜き総点検を行う。この期間は当然ながら、マリーナ等の利用はできない。また上流域などの大雨時も、増水により危険であるため使用中止となる。船ラダム一帯は、自然の中でのスポーツ、アウトドアレジャーなどを売りとした北待地域観光。 レジャーの要所となっている。左岸、国道152号側の湖畔には、平成13年に、道の駅天竜合津花桃の里が開かれ、船際ダム周辺観光のようとなっている。天竜合津花桃の里が開かれるまでは、ダム湖に橋の足のみ並んでいるのも隠れた名物だったが、それも現在では、天竜合津花桃の里、合津マリーナといさ、ボートパーク、 自然公園をつなぐ腐車、自転車要橋、夢の架け橋として利用されている、もともとは、佐久間線として建築されたが途中で中止になったもの。同じく、佐久間線のトンネルを利用した天然の保冷庫、暗室である松はエンセラーや、戦術の合図アリーナもこの資金にある。ちなみに富士テレビジョンで放送された、トリビアの泉に出てきた、ガツまで3キロメートルの道路標識もこの近くにある。 ダムサガンには、船ラダム運動公園があり、地域のスポーツ活動の他に、イベントの開催地として使われている。この公園内及び周囲には、ソメイヨシノが多数植えられ、桜のトンネルと呼ばれる200メートルの桜並木もある。ため、春には、大勢の花見客で賑わう。この桜のトンネルは、大人の頭上すぐなほどに、枝が低いことと、駐車場から段差がないことが、 特徴的である。人気も上がっており、従来、鳥場山公園で開かれていた、天竜桜祭りが移転してくる、天気予報サイトの開花予想地点に加えられるなど、花見の名所として、広く知られるようになってきている。船木ラダム付近は、釣りの名所としても知られており、ほとんどの川が金量となる冬でも釣りが可能である。特に初夏の鮎釣り会近時は、多数の釣り人を見ることができる。 その他でもダム湖は、バスヘラブナなどの釣り区、冬季間の船ラダム、秋葉ダム間は、ルアーフィッシング専用区として設定されるなど、地域産業の資源としても活用されている。なお釣りには、天竜川漁協の遊漁規則遵守という漁場が必要である。近年は、船ラダム及び周辺でのサイクリングも増えており、大会が年に数回開かれているほか、 天竜サイクルツーリズムなどのイベントも行われている。船木ラダム湖岸の道路は、幅が広い国道と交通量が少ない旧道で、信号も起伏もほとんどない非常に走りやすいコースである。さらに、目的地を伸ばせば、ヒルクライム、山岳コースとなり、熊野道の駅や横川、春の、桁川、周回、新宮池、秋葉神社乗車、さらに、 スーパー林道天竜線を通って、山積神社経由で、三作母や、秋葉田、佐久間ダムの天竜川訴状など、いずれも自然が豊富なコースを多様に取れ、負荷調整もしやすい。また先日の通り都市部と高速道路のインターチェンジに、近く、船際ダム運動公園には、広い無料駐車場があるため、遠方から自家用車で自転車を搭載して来訪し、船際ダムを拠点として、 サイクリングを楽しむことも容易である。こうした点が知れ渡ることとサイクリング人口の増大を受けて、地元自治体の浜松市や天竜浜名古鉄道などでも、サイクリングマップの作成、サイクルラックの設置など、サイクリング間の整備を進めている。利用者の口コミが広がったことと、自然が豊富な割にアクセスしやすく、 道路も整備されていること、特に国道152号線の走りやすさから、バイクでのツーリングも増えている。また、ダム湖周辺は、絶壁が多く鳥類の繁殖に好都合なことと、山地と平野の境目にある湖であることから、大高くまったかかわせ宮オゲら等多したような鳥類が、生息、山、里、水辺の鳥を一度に見ることができる、静岡県下でも、 屈指の単調地としても有名である。その他、前々から、ラフティング等の名所で、キャンプ場も、多数ある桁川、清流で知られ沢遊びができる、あたふる川にも近く、アウトドアレジャースポーツを中心とした北園地方の観光、ジャーにおいて、船際ダムは、拠点、玄関口としての性格も持つようになった。こうした利用者増大は、ボート場整備と道の駅以外は、 開発によるというより、それまであったものの良さが、口コミ等で広まってなされたと言える。下流には、二股城市があり、二股城の戦いにおける、徳川家康と武田信玄の激戦地としてや、家康の着南、松平信康自陣の地として、歴史ファンに有名である。なお、ダムのある場所は以前は、天竜市であったが、平成の大合併によって、 浜松市と合併している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。